Uh -huh. Mm-hmm. 川柳、おかえりか、いらっしゃいませか、どっちかな。あ、間違った、あ、当たってる、当たってる、ゲッ俺らは、ベンビート、いや、急に始まるか、らドキドキしたいし。ベン、ベンビート、なで。さっもいるよーい。いやいや、川柳用意したけど、急に始まったから、今。<laughs> さっきがじゃいつも言って「行きます」って始まるんだけどもしてないそういえばさっき「行きます」って言う人だったと思ってそうよあんたさっきからラジオずっとやってるから続きかもしれんけどそうだそうだ焦ったしっかり気を引き締めて久しぶりにもう全員集まってますからそうだ全員集まってるというのかどうなのかお帰りなさいなのかもはやいらっしゃいませんなのかよねそうなのねゲストなのかっていうところですよどなっってた いやどうでしたか。なんかどんな感じで番組回してたっけ。でも不思議とこの二人になってもスムーズに始まりました。始まってたらあんまり気にならこねてたな。あそうかそうか。僕キャリさんと話すた時敬語でしたっけ。あれね。敬語ですよ。食べ口だった。食べあれ敬語だった。俺。食べ口で話しまた。そうですよね。ど久しぶりですよ本当に。どう久しぶりですね。一ヶ月。 一応一応確認しようね。四回は多分来てないよね。四回はということは一ヶ月は来てないってことですよね。おそらくそうだと思いますよ。練習、息応用と、今週は出れるぞと六時前ゆっくりパッションでも疲れた体をさ、うんもう椅子に預けても、明日のないと終わったとじゃ次はね俺の大好きなデビットサーキットのドックかなと思ってたらあれと。 さっき、さっきがカエローパーみたいなあ、チャンプロまでは聞いたよ、こっちで。チャンプロで俺待ってて、ずっとそしたら、あれさっき、さっきあれみたいなそしたら、ええはみたいなえぇ収録しましたよ、みたいなそう、え、始まる前に言いなかたわけさっきえ、さっき、いらっしゃるのも分かんなくて あ、そうかもうもはやもうはい存在が入らなくなってんだ目の中に。あ、か先週それでしょ？<あ>はいはいはい。うん、先々週は確かに休んだよ。ああ、もうだから,だからいや逆に言うとこういったもうな、うん何だろう情報も伝わらないぐらいの感じになっちゃってるってことはうでもう。な。確か,んかでも確かに、うんはい、その前の週なんか。うん なんか来週収録放送ですみたいなこと言ってた気がするわけ、放送俺、出てないけど、あと、思い出したけど、これ、ヘッドホンする番組だったうですよ、これに関してはまたさっきが行きますって、今日言わんかったら、ちょっとね、リズム的なものはね。いけますよって、私たちはやっと服を着るじゃないけど、さ全裸でくつろいでるから、どころかヘッドホンっていうね、よろよをちゃんと身にまとっていくわけですよ。 ちょっと何俺、いつぶりかなと思って今、検索したんだけど7月10日以来、7月17日はタイに行って7月24日はたぶんミーパチパーチ収録しててその次は北海道行っててその次はまたミーパチパーチ収録しててさっサビロいミーパチパーチがない月曜日はお休みと思ってますね。 最近も、あの学校のスケジュールもあんまり見ないでも、旅行入れるになってるから。や、ばい、やばい、それはもう反省点ですよ。もう、待機すぎない?。待機すぎ。はい。ね、だから、待機すぎなの反省して。前回北海道行ってるわけだから。僕らとしては、不在という事実がそこにあるだけですからね。行き先の問題じゃねえよ。いくらにびっくりしたわ。あ、いいはず。本場の。ある、あれですよ、だから。 ホテルの朝ごはんあるじゃないですかバイキングとかバフェみたいなのねモーニングバフェみたいな和食みたいなのがあってごはんもあるじゃないですかじゃあみたいなごはんがあると汁とかあってそこに豆腐冷ややっとか納豆とかその横にもう抱えるぐらいのガラスのボウルにいくらがもドバーッと入ってこれ入れ放題。 あさぞかしいホテルなんでしょうなあまたあもう普通の普通のそんなにたくたない痛風になってしまい痛風になってしまうそしたらお恐るおそ食べてたして怖いから一生分のいいこれを食べたかもしれないいいなあへえ いくらね僕がスーパーで買ってるいくらはもう本物か偽物かすら分かりませんよもう何かあるんですよね偽物というか皮が硬いやつでしょはいしすぎるやつだから下に残るやつは人工じゃなかったですけどこの皮が下に残るときか俺デージおいしと思ったことはないから本物のいくら食べたことないかもしれない一応美味しいんだけど。 自体はウニはどうししたた食べまウニも食べたよウニもウニいくら丼とか食べてああ今日んかニュースでウニがまた不良だって話で値段が高い時は23倍とかいったらしいですよあと近くに二条市場っていってもうほに街中にポンってある市場外るだけちっちゃくそこに行ってでこの通り沿いのこのに魚屋さんから柿も300円でこれぐらいの。 で、まあ、どれ、どれぐらいて言えの、これ。手のひらよりちょっとでかいかなーいか。耳もこれぐらい。えーはあ。みんな普通の僕らが見る貝ぐらいの大きさだ女の人のグーぐらいかなー。うん、それぐらいですよね。ああ、でから。 帰りたくなかったね。恥ずかしながら帰ってまいりました。本当ね。本当ちょっと恥ずかしいよなも。レギュラーで一ヶ月以上空けてさ。カってきた。うに食ってきた。レギュラーじゃないよね。だからこれもうどうしようかな。じゃあじゃあの本当に七月十日以来のだけどなどの旅行の話聞こか溜まって。いやでもやっぱり食べ物関係他になっちゃますか。まあまあ北海道ですね。お魚も。 魚も美味しいまあまあ魚も美味しかったお肉も美味しかったどこ行ったかなああそうか登別温泉も泊まりましたわあいいですねいいななんで普通にいいなじゃじゃお前俺の愛になったらいくらでも連れてくよあマジっすか本当の本当らほらマジっすかただ相当求めてくるぜただここぞとばかりにすごいぜ今みたいなタイミングでそう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 俺溜めれるから イケベダメできるからすごいことなるぜ。ち一年一年分もここでも全部一回消化しようから。ヌが消化しよう。ティッシュみたいに人。でも温泉良かった。登り別温泉はで上り別温泉も良かったんだけどその二日前ぐらいに大雪なんなんかもうネットでほらポンって上がってくるホテルがバーッて上がってくるんだけどえっとなんかエクスペディアかなんかでポンって出てくるやつをもうそこ止まっちゃえと思ってどこって全然調べなくてポンと押したら。 本当に富良野からまたさらに山を入っていって20分ぐらいしたところにあるところで周りでも全然コンビニも全くね、うん、も,もう、うん、だからもうこのホテルホテルというかこのそこの売店が閉まったらもう終わりまあ今の時代不便ちゃ不便なところではあるん、ねあるうん、だから入ったら、はい、まあ雰囲気は山小屋の中みたいな感じの部屋なんだけど、うんはい、開けたらもうこの。 洗面台みたいなのがある。うん、部屋になんかその流し台があるんだけど、そこに大きい人抱えあるぐらいの氷がボンとあって、それ<い>に扇風機バーっと当て出てる。クーラーのクーラーがないから。うん、なるほど、裏裏ほどすごい。そう でそこの温泉もまあいくつかこの貸切の温泉もあって、札パックって使用中にしたら勝手に入って、一人で一人で入ってる。なんか缶詰するには持ってこいの、あれですね。そこで台本書いて、ただ台本書いてもあの電波が悪いからメールがで送ったりとかができないぐらいな方だった。 じゃあもうアナログな方が確実ではある、えー、本当はでもまあ遅れないからね、うん、結局,結局これが北海道温泉の良さって何ですかやっぱ温泉に浸かることですかそれとも何でしょう料理だったりその全体なんですかね <laughs> 料理も、うん、料理もいいっちゃいいけどでも温泉はやっぱりいいかことですかるところ。 結局ね、温泉がほとんどないというか、うん、数えれば12軒らいかな、<で>今であってもやっぱり温泉自体のこの源泉自体が少ししかないから、うん、こう循環になってるんですよね温泉が、うん、何回もろ過かしてだからああいったところはねどんどんザバザバ出てくるからかけ流しそうそう源泉かけ流しって言っても。 もう出出たたらだけあ結構ねなんか県外の方は温泉行きたいなとかよく聞くじゃないデートで温泉行きましたとかっていうそういう文化がなかなかないからね。俺も暑いの苦手だから温泉苦手だったんだけど意外にこうザバンって首までつからなくても腰ぐらいまでつかってとかで出たら出たで露天風呂ってもう外だから出たらまた冷えるし。

えと株主優待券欲しい方みたいなそんな呼びかけの仕方たそうしたらメッセージ送ったら<あ>わーって来て「へ<ー>あるよ」っつってで、はあ、よく聞いたらケ、うん、ンさんはこれ半額になるから。うん やる乗るんだったら長距離乗った方がいいよあままあお得お得だよってなって長距離をさらにあのちょっとグレードアップしてなんたら暮らすみたいなプレミアム暮らすみたいなので半額にした方がお得度は増すよって話をしててああなるほどと思ってだったら北海道のやつで通過をと思ってそれで。 逆算して北海道行ったわけ長距離乗りたいじゃあどこって北海道って北海道行ったんだけどよかったわけいいなもう俺も石垣って話しようと思ったらもう石垣ってさっきいいなっていうさそんなよくないそれは何回も言ってるからその感動が薄まってるだけであって実際はいいところなんだタイムいったよタイムアンスかな はい、いいところではいいところ。暑くて、とかしきでもこの前言ったけど、アンスカラって。いやいやいや、デジってるやしいろんなところ。わざわざ月曜日に。月曜日な、多いな。わざわざ月曜日にいろいろ。行く日が月曜日なんだよね。いや今月曜日しかないって言おうしたけど、月曜日は空いてないですからね。言っときますけど。あのあの仕事から月曜日の方がよ、あの。いや仕事。仕事からじゃない。仕事。 じゃあ仕事から月曜日の方ががき空いてるからだから仕事これもレギュラー生放送これ仕事って何言ってるんですかこれ我々だべってるわけじゃないですからね月曜日じは一応仕事だけど俺はウィークリーパッション仕事だと思ってないあれはねあれはリハビリだあれはパッションやらいのリハビリあれパッションやらないリハビリ いやいいですねえ北海道何時間ぐらいですか5時間ぐらいかかっとねすかや四4時間ぐらいじゃないかな意外と近い確かに4時間だったらちょっとプラスしていい席というかでなんかでビールとかお酒も全部飲み放題だからこっちは通常で行くといくらプラスですかエコノミーからえっとね。何千円いや多分エコノミーからいくらっていうか普通に飛行機取った多分7万7千円ぐらいだった気がする片道片道へ片道へ だから早めに取ったらもっと安くてさらに半額だから、うん、あまあまあそれでもまあそこそこするよま、ね、あ<ー>2万何本とか3万ぐらいするかな、うん、飲み放題付きかいやでも何かダメなような気もしますけどね、はあ、まあ飲んじゃうだろうねペロペロなって北海道とっても、うん、俺はもうだから怖いからい1貫、はあ、取ったけど飲,、うん、飲めずに。

うん、旅は行ってくださいよそれチプチプ旅でもいいから、うん、やっぱ芸の幅を広げるためにもって考えたらいいですよねいろんなもの見て幅が広く、まあ、絶対いいよプラスにはなる、うん、こんな毎日でさただ、うん、みんなと同じメンバーとただ会うよりは。 本当に旅行したことないからなお前全然出かけないもんな全然お家大好きだもんなお家にずっといますし出たとしてもなんかその近辺というかいやまあせいぜい本当せいぜいというか石垣とかでもいいから行った方がいいと思うよああそれでん安くで行けるんでしたっけ石垣は今日かな今日メールが来てたけどピーチからはいおろうかあ見たえっと12時からの安売りセール昨日12時でしたかな今日でしたタイムセール見たけど料金見た 僕僕ピーチの僕ジェットスターっていうんですけど、誰かが言った誰か言ってました。ピーチえっと全全2000円でした。2000、2 0石垣。全部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 。そうそうそう全国。すごい。ジェットスターも何百何十円とかあるよ。ラーメンセールつってラーメンの平均料金の何百円でどこどこ千ほぼ全国。飛行機とか。今そんな。だから大阪の端2000円、福岡の端2000円。ええ。えっと沖縄ソウル2000円。 これでもどう2,000円とかこれってなかなか取れないんじゃないですかえっとね争奪でしょプラス他にも何とか料何とか料がついてくるから結果的には8,000円とかでもそれでも1万円切るそうね切アニゾウさんやっぱいろんなとこ旅行行かれてるからでも旅行は金がかかるって だからもう本当に私行ったことないからもう全然想像もできないんですけど例えば沖縄から大阪に2泊三3日するってなるとトータルどれぐらいかかるんですかざっくりトータルまあおちいさんにお願いすれば2000ぐらいでい,く <laughs> <laughs> いそれは申し訳ないじゃないですか誰のにでも借りないでってなったらこれぐらいあったら安心だよみたいな月<こ> LCC だと毎月かったら5000とかぐらいでっちあるからね往復1万 知ってるのは飲み代遊び代じゃないと34万5万あったも全然5万あったら全然全然遊べるどこでもいけるよ国内どこでも言い過ぎちゃった今北海道北海道も LCC だったら安くいけるんじゃない5万あったら全然いけるよえさっきもっとないといけないと思って躊躇してた理由でもあるんですよこの両方。いやいやいや今もうお手軽よ この間僕5月ね大阪行かせていただきましたけども弾丸で一泊でもうのみにとかもそうだそうそうあれでもあの時もでもちょいちょい多めで出したりもしたけどはい3万ぐらいではら福岡とかの方がいいよ食べ物好きだしお前明太子福岡なもつ鍋食いに行きたいなああ おさべ、行きたいな、行くか、みんなで。行きたい。行きましょうよ、キャメさん。行きましょう。キャメさん、ご本人。俺にしがろう感じ。すごい、伝わって。いや、本当に行一個だったら、行っても全然いいけどさ。いいけどさ。はい。いいけどさ。はい。月曜日行きましょう、みんなで。さて、日程があって言おうとしたら。月曜日。その場合は、潰すんだ。逆に、逆にいうと、向こうからは、放送できないのか。あ、あ。そういう方。 うちでもね。うん。うん、あ、ウッさんお、沖縄から大阪の2003日、<は>顎足枕ついて4万あったら十分らです。ええー、顎足枕ついて4万。なんかこれいいなも、ね。うん。 行こうかな。本当十分だと思うよ。大阪は美味しいとこ多いからな、うんうん。大阪のあのー、綺麗なところもいいんですけど、雑なところも見ていきたいんですよ。私。<ー>なんて言うんですか。えー、とっと新世界？はい,はいはいはい。新世界はまあまあまあ。でも今そうあそうだあ昔に比べたら大丈夫です。はいはい、僕らもちょっと行ったけど。そうなんですか。そこまで。 中川家さんがよく話してた有名な話なのあのホームレスみたいなおっさんが10円売ってたっていう、片方だけ売ってるとかみたいな雑なところちょっと見ていきたいなとか。だ、俺ウッチーさんもとあと他何名かであの大阪ちょっと回ったときに西成区か。あはいはいはい西成区だったかなウッチなんだっけあのなんかそういうアイリン？あアイリか西成区かな。西成区なんかそういうなんかあの。 おじさんとかがいっぱい住んでるようなろの立ち飲み屋さん行ったわけホルモン焼き屋さんで普通にバーって焼いてて今はちょっと安全になってるって言ってたんだけど立ち飲みで通り沿いにんかこう大きい鉄板でバーって焼いてホルモン焼いてるわけでいろいろメニューがあって選べるんだけど。 白い弁当箱ちっちゃい弁弁当箱あ西なのアイリンチクって書いてあるね、うん、ちっちゃい弁当箱みたいに値段とかわーって書いててそれでお肉どんどん、うん、あの出してくれるんだけど、うん、えっと、ね、牛肉はい、牛カルビ三百円かな円おー安い三百、うんうん、円はい豚二百円鶏百五十円お安<う>い<う>

夜の男は,はいはいあ,あ<ー>俺もあそこちょっと行ったよすごかったねあんななんだすごかったねみんなのときたあ女の人が,の人がたちがね、うん じゃおでおばちゃんみたいな中居さんみたいな中井さんのみたいな何するか分かるでしょ綺麗な人がまあなんか座っててそこに横におばちゃんがいて一緒にお茶飲むとかわけないじゃんどうぞ何すんだろうね触ったりスプったりだよ触ったりスプったりなんかなんかあれかなライブからライブところ寝たかな便りですどうぞ便りですす聞こえなかったかもしれない涼むかもしれない違う涼かキットですどうぞやるかいいや良かったですよえ待って雑なところは一泊五百円で泊まれる えそんなことあるまああれか何ですかドミトリーとか,なんとかみんなで一緒にあむな,なのかな500円だったらそうだね、うん、何もなくてザコネシステムとかだったら、うん、多分ね、うん、はあ、うん、ねえー、いいないはい<初>はい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 はそうそうこれは本当いはいははい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 でもしかしいはいはいはいしいはいはいに そうそう、恋しちゃうかもしれないね。一茶飲んだらね、一茶飲みのね、恋しなくてもやる。恋しちってる恋しなくてもやってるよ。そういうことなんですよね。恋してるんだよ。そんなのそうそう、誰もしないよ。恋したっていいじゃない。なんなんで先で書くの分かる先は汚れてる先は。お前やっぱそこそこな。でもすごいうちさんが個室で五百円だよ。うんすごい。これえ、俺そういうとこ全然いいと思う。介護ならんければ。 あはいはいはいあでもかえなくなるところ多いからななんかねいますよねやっぱりうんあこの衛生,衛生面かいやでも綺麗なところってなるとまたねまあそれないしね頑張って三人四人でなんか部屋 借りた方がよっぽどいいかもしれない。いやいやいや、旅ですな。一泊ぐらいはカプセルホテルにするとかね。カプセル泊まったら楽しいよね。カプセルいいっすね。通ってる。快適。サウナがついてるようなカプセルとか。あ、そう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 。だから大浴場は、お風呂入って。横になるな、ベッド。ちょっとディレクターから、今ツイキャスでですね。あのシーゲーディレクターから。CM っあ、すみません、ちょっと僕は。シーゲーさんから来てます。シーゲーさんがから。もじゃじゃ、行けます。 はいはい、で,はですこの番組は良い品をいつも安くビッグ o o の提供でお届けします。 ビッグワンでの買い物楽しみだなー、ええ、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金は持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってない誰かやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英雄オレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方ならうよし、なお、いつも安くビッグワンあ あ月曜オリジンアワー生放送でお届けしておりますはいじゃあメールどんどんいきましょうかね、はい、えこちらべんべいさんキャンさんサッキーさんこんばんは,こんばんはお久しぶりにメール送りました松村香里押太ですどどどうううもどうもどうも早速ですが今年6月に僕が作った ONY48 選抜総選挙、はい、48位から1位まで発表しました、うん、ふと思ったのが、うん、48位以内に入れなかった 県外の人の票数と何位か気になりますよね気になるなそこで今回惜しくも48位以内に入れなかった55位から49位まで発表しちゃいます今日来てないねいらっしゃらないですねそれでメール送ったのかなでは順位はこちら55位からいきます12,643票 ONY48 チーム Y ーシーム中村雄貴54位12,991票

カズフミって読むんですかそうい名前あいつへえ。ーあいつカズフミなんだえヤビック…カズヒロか昨日デビューしたあ、そうですカズヒロあのは…若い子供の相方だよねパパ…あ…ウキフネでねウキフだねまだわからんくなってくるな浮キフ若手が増えて覚えられない覚えられないもんおじいちゃんじゃないはあーしもう名前出るまでもう十0人ぐらい名前呼ぶ

そして惜しくも県内あと一歩だった49位得票数1万3910票 ORG48 チーム O2 寿パンチあもうちょったね寿パンかここでランクインしたメンバーとここすら入らなかった56位県内目指して頑張ってくださいではチェケラということでじゃあこう見たら我々入ったのはすごいいやすごい上位だよあれ名誉なことだったらいんです僕十七。 多分あの入ってないんですよ選抜なんですか？十六、うん、位でしたっけ？カセブンには入ってるから、十何位かが何ああ、あああなんだか選抜って言ったっけ？そうですね。うん、何だに、2<位>数先二人入っしたっけ？下げあいや私が十四位とか十三とかじゃなかったかな？わ選抜じゃなかったっけ。っまあちょっと僕も一応十七か八ぐらいじゃなかったかな、うん、多分。うんうんうん でしたね。いやいや、小うくん、ありがとうね。ありがとうございます。ね、昨日も相も変わらず、イヤホンつけて、何聞いてるの、何も聞いてないや。何でイヤホンつけてるの。あ、きついな。ありがとうございます。え、あ、僕18位ですね。うん。私が。さっきはも。十四位。あ、ちゃんと覚援て。ええ。ありがとうございます。やった。なんか嬉しいな。 いやいや本当ね。まあ完全に光太君の独断と偏見ではありますけどすごいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。えでまあもうちょっとランキングの話する。あと四通しかないけど。いっちゃうも。いいですよ。いっちゃいましょうか。ねえじゃあこっち行きましょう。皆さんハイサイハイサイ。京都はパッパかパッパかパッパパ。アムロ美恵やビーン。山本。先週はボクシング山中選手のお試合運営業務でした。えすごいな。 今回勝てば日本記録の具志さんに並ぶ13連勝、うん、かなりの注目に有名人もたくさんご来場されていましたレスリングの吉田沙保里さん<ー>3代目 JSOULBROTHERS、うん、のエリーさん、うん、もちろんボクシング界からは具志堅用高さん<ー>井岡弘樹さんや赤井秀和さんなどなど、うん、期待高まる中始まった試合も えー、4ラウンドに山中選手がチャレンジャールイス選手の猛攻を受け会場は山中敗戦の重たい空気に包まれ静かに帰られるお客さんの波<ら>そんな中たくさんの関係者と来られていた赤井秀和さんをケアするため探してみたのですが見当たらず、うん、別の関係者の方に聞くと終わって関係者のお皆さん一緒に帰られたそうでした。うん、ってことはあ解散 赤井さん赤井さんさてこのタイトルマッチできることなら少しでもたくさんのラウンドでの戦いを見せてほしかったそして何より山中の勝利を誰もが信じていたんですしかし貴史たった4ラウンドであっさりと勝ったルイスはっきりと一言皆さんに言わせてくださいこの試合勝ったルイスさ上手勝ったルイス そうだなそうだお決まり上手ー。今日ダブルでいいですよ。あそうですねどっちも赤井さんとどっちも勝ってるしそう,、うん、そうちょっとこう物議かましかもしましてねセコンあトレーナーさん、はい、セコンとからこうタオルを投げるの速かったんじゃないかっていうあ四ラウンドで声だったりはい,、はい、いや,いや山中はいつもあそこから反撃するんですよっていう意見があったりとかではい、はい、っていうのがあったんですよタオルでやっぱ早すぎるかみたいな、うん、僕これねあのおとといのオリジンあ昨日かオリジンダイブではい いやタオル早さよって思った瞬間が同じ気持ちになったのがあって昨日ねお客様から借り物競争ということで「タオル」から始まるものって最前列に座ってたこうた君がタオルばって投げてタオル早っと思って「山中かや」ってちょっと僕心の中でこれ多分言ってもあんま伝わらないからやめとこうと思ってああ知ってる方がね少ないかもしれないです山中かやと思って見てましたでもいい突っ込みですね今からいやめっっちゃたたなタオル ターガ出るの待ってたんじゃないかなぐらの勢いでね。<laughs> やこた君、ありがとうございます。こういったのの運営もやるんだね。いろんなことされてますね。ねでもさ、やっぱり勝つか負けるかで、お客さんの帰りのこう。会場の空気。具志堅さんも初めて沖縄の時に負けたんですよね。確かね。そうそうそう。そう、嫌いせめて。初めて。 の沖縄の試合で負けた負けちゃってさなんで負けたかったら試合前のアイスクリーム食べなかったからっていうどういうことジンクス的な毎回食べてたんだってあーなるほどなるほどなるほど聴続試験予行記念館も久しぶりにこの間行ってきたんですけど石垣にあるんですか石垣で試合の模様も流れてるんですけどやっぱりもうすごいねもう ああ暴れん坊だ本当ねもう倒れてもチゃク苦しいんだも倒れても殴るよねもうそうそうじゃないと殴られるからってああそういうことなんですかもう怖いからチゃク苦しいってもで体も止まらんって自分でも抑えが効かないというかそれぐらいも闘志が溢れてるねああいうボクシングがやっぱ見たいよねああ見た目も派ですからねなんかまあまあ確かに一発ねもらう危険も孕んでるのかどうかねわかりませんけど。 いや良かったなあれはね。うん、えではこちら行きましょう。ベンビーさん、サーキーさん、キャンさんお久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。この人は、えー、今朝職場の窓から大きな虹を見てハッピーになった沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです。素敵。あらーねー。はい、えお三人様元気でしたか。うん、う元気です。元気です。僕はというと今年の上半期はダメダメで身体精神つぶれてましたが。 下半期に突入してから僕は元気になっていますあ下半期突入とおっしゃいましたが決して下ネタではございませんよあさっきなんかちょっと感じたあなるほどね下半身突入みたいな感じですかねえ私のキャラ崩壊はここまでにして確かにえー、最近僕の周りの人たち、うん、特に職場の人たちが何名か体調を崩す人が増えて先週一週間バタバタしてましたあ<ら>今は落ち着いてきており、えー、安定してきています、うん、暑い時期ですが体に気をつけて頑張ってください ださいねと。うん、えー、あれどうなったかなインフルもちょっと前ね今どうなんでしょう。すごかったでしょうね。そう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 。あコータくん来たね。ワタク来たよ。何聞いてるんですか。何聞いてるの。聞いてない。聞いてないの <laughs> なんでイヤホンしてるの。落ち着かいただき, <laughs> あきつか落んですよ。イヤホンつけてるといい。可い,いな。えコータくんも発表したよ55位からのやつ。 ねはい、オッケー本当頑張ってもらわんとね56以下は本当だよコウくんに好かれないとちなみにキャンさんあキャンさんは芸人じゃないかスタッフは対象外スタッフは対象外残念あららららえ、ちょっと待って今日55からでした56から発表しましたっけそのギリの人も知りたいね56位56位はあ、もうつけてもらえんだもう以下、以下どう分だガン中がねそうだねあアイツはもう ジュイとかどうでもいいんだから。一括りだね。いやありがとうね。じゃあ次こちら行きましょうか。はい。もう行っちゃうかなこれね。オリジナルシーゲーですということでね来てますね。オープニング企画しりとり借り物リレー面白かったです。おおありがとうございます。ジスリココリッチラーメン屋二十人ぐらいがみんな知り合いってコントでした。うんまあママでした。おお。ユキノブメイコの話。うん。リクエストあもう感想もないんだね。リクエストレイが取り憑かれている漫才ミッキーさんタクシー。 「はいはい、浮舟相方リスルリスル」「リスル」リスルだね「パッパラーズ痴漢お笑いバイアスロンで見たことコントでした」ほ<う>「ワニ先生トイレに行った俺下座幸せなら手叩く」でした「<笑>お笑いバイアスロン頑張って下座」下座「潤漫画面白い」「ケイジャージさん石ころ投げるネタでした」「ノーブレーキセクシー」 女の子ベンビーさんトイレでしためちゃめちゃ面白かったですありがとうございます今週金曜日ニューサンはのビアフェスタ面相利用僕もネタやらせていただきます FEC からゲストわさび鈴崎空港に生徒生の先生と生徒っていうことを略したのかな生徒生生徒生ですねとの字を生徒い字でね挟んでいただきました見送りコントでしたそうです あれ感想なしすっとこどい、うん、ヤクザが病院に来たコントでした新党助病院風居酒屋、うん、すっとこ似た方。<laughs> <laughs> 確かに似た方。<laughs> 似た方か,たかまあ病院つながりでね,でね、えー、小刻みさんナハ,マロナハマラソンの人間の綱でした、うんえー、面白いかったです、うん、リップラーメン屋に社長が新人なりすます受けたね,あね、うん、エンディング エン,ンエンディング企画、うん、お笑いバイアスの直前スポットライト大喜利ベンビーさん一発で大爆笑でしたね<ー>来月オリジンライブ楽しみですありがとうございます盛り上がったしげさんいやもう全部紹介するんだったらなんか感想もぜひねそうですね、うん、まあまあでしたでもいいしね、うんえー、ぜひぜひ <laughs> そう最後スポットライト大喜利ねこうまあ、はい、だンダんもに、えー まあ全部で15名か3チーム5名の3チームね写真で一言みたいなのでランダムなったるけど1人1回当たるかどうかぐらいですよっていうね人数的に俺、はい、3回まあまあラッキー<あ>ラッキーっちゃラッキーですよはい、はい、一応2発当てたからな一、まあ、発当ててちょっとダメだったけどはいはい、はい、あそっかあそんなに当たったんですか、ねうん、当たってない順は1回も当たってないっていう、ね、<laughs> あそっかそうでまあ最後ちょっと順だけスポット当ててまたやってましたけどそっかそいやー焦るよあれちょっとまあ油断してさ、まあ、あの即興でこのね、うん、舞台の上で当てられてっていう。うん 面白い一言言うっていうやつですけどあ,あもう一回だったらもうもう来ないだろうなと思ったしばし <laughs> 2>,、うん、2回向けてもう全然出てこない一番ホッとしてる時だったからでまもうもうさすがに三回はないだろう順も当たってない人寝込み襲われたみたいな感じでしたもんねま、ね、あ,あまあでも原因としてはねそ<う>ありがたいお話ラッキーでしたよ、ね、ねえ今日反正解もお疲れしたい ああ、そうか、反省開花卿ええ、そうなんですよねたくさん来てたね、でもお客さんもね、もう満席そうですねおかげさまで、もうデビュー2人いたからなそうですね打ち上げもいっぱいあったなあ、いっぱい来てたんですそうそうそう、三日月回った中身でも来ててあ、中身さん、中身さんいらっしゃってたんですねまあ、SNS でつながってる方はもうご存知かと思いますけど昨日、本当は中峰朝帰って夜はバンミカというライブが東京だったんですよはいはいはい飛行機乗り遅れてですねああ、そうなんだああ、そうか、それでなんか そうなんでユッキーもユッキーで、はい、あのまた明日のテレビ収録があって帰ってきててだから結局とっちゃんと又吉、まあ、相方同士がコンビ組んでやったらしいですけどね2分遅れたって中峯よ、ね。2<分>ああ LCC 厳しいんだよね自分たちが遅れるくせにこっちがちょっと遅れたらもう全部絶対いい自分のこと棚にあげてさそれも、うんまあ、安くさせていただいておりますけどもあそ,かそ,かそこの中身でもまたさ空港着いたらなんか一回ねおいしそうなポーク卵のおにぎり屋さんがあったんだって、はい、空港のさな空港よ、うん、で「あおいしそうだこんなのもあるんだ」ってちょっと見たって、はい、でしたらもうお客先輩やったからやっぱいいかと思ってその2分って。<laughs> もうちょっと沖縄にいたらなポーク卵のおにぎりお家で,で食ってたらねポーク卵あるなぐらいですぐ行けば間に合ってたんでさそうでキャンセル待ちで夜8時半ぐらいまでいて最後まではい、はい、で最後の最後乗れそうだったらしいんですけどはい、はい、そろそろですって言ったら1分前ぐらいにその人到着して結局乗れずで他の便振り替えというか他のまの航空会社とかに乗るとすると5万。<laughs> えー だからもう結局キャンセル待ちしたらしいんですけどで、昨日乗れんかったからっつってもう中鍋で宿取って打ち上げに来てて、うん、あ打ち上げだけ来てたんだ打ち上げ、はい、もう,もうギリギリまで一応空港にいてへえうん、うん なんかみさん初めてこの前小刻みプラスっていう番組のロケで一緒させてもらったのはいはいはいはめちゃくちゃあの人いい人ですね。いい人じゃないわ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 。いい人じゃない。私いい人だなあと人としてはダメです。人としてはダメでしょ。いい人あのあのだいぶ上の先輩の機使っていただいて優しくしていただいてやろうばよ。え？ 私ですかお寺、えーえー、帰ってきたら誰か一人キープしときた、うん、いな誰でもいいからって一人芸人でも別に誰でもいいからあれめっちゃいい人だな思ったんすけどいい人だよねあれいい人じゃないや面白いよ、うん、あいい人だよねチャック多かった チャック多かった洋服いや、チャックは多分…イメージあるな、チャックチャックが多いズボン入ってるイメージがあるそうなんです、あねチャックが多い…いやいや、そんなチャックも少なかったですよえ、わー、本当にあれ変わったの特許って変わったんかな少なかったですちょっとあの、ぽっちゃりされてそうじゃ、ってはいたしなんか今思い出してみると口臭くなかったなあれなんでかああま、ああの あれ、加藤ちゃんさんも言って、中身さん、講習は大丈夫だったかな。あってことは、やっぱ東京でもご健在なのかな。やっぱ臭い、臭いのかな。じゃ、沖縄帰ってきて、ちょっと浄化されたんですかね。なんか、無垢器のせいかな。そうだね。もしかしたら。ええ、悪い人なんだ。悪い人よ、あれ。全然、その。悪い人だよ。悪い人。しない。うえ。かったですけどね。ダメ人間ってやつです。かダメだめ人間っていうかね。あれ、悪いやつ。うん。 そう変に頭が回るもんだからさあーちょっと悪い方いでの考えがすごいそうそうそう中身面白いね、うん、久しぶりだったな、うん、はいあ、うん、もう、えー、本日ラストのメールになりますんで一回 CM 派さまから,あらあはいえー人気ないねじゃないよ人ごとみたいに、ね、<laughs> だから久しぶりに来てに来人気ないねはいじゃあ CM 行きましょうか CM です FM の派

ビッグワンは現金がなくてもエディーやエーウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。だ、やり方なろう。よいしをいつも安く。ビッグワン。はい、どうもリップサービスです。え、森さん、今日も顔が大きいですね。いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、よいしな、たくさん並べたのか。お、今日も滑り知らず、当たり前よ。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復ゼット、間違いなし。えゼットってお客さん倒しちゃうんですか。かそう、そう、そう。笑いすぎて倒れて、そのままワンダーコアで腹筋とバカ。 良いい品をいつも安くビッグワンただ今オリジンアワー「オリジンチャンプルーは」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャス・ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ・ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」 叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからあいお菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てそういえばシャンプーも気でたな。すぐ行くぞ洗剤も安いないや早く来い良い品をいつも安くビッグワンあ 月曜オリジナルは生放送でお届けしております。はい。CM にね行く指示をいつも出していただいております。シゲディレクターからですね。はい。ベンビンさん CM 早いね。あれ？さっき言われちゃったからね。ああ。夜にまに行こうと思ってね。なるほどなるほど。はい。ぴったりにね。はい。加藤ちゃんさんによると東京だと中身さんで街の綺麗な女子多いですよ。モテるんです。なんでってやっぱ。

よしじゃあじゃ行きましょうかねハイサイツトムですス。漫画をよく読んでますか読みます今なんか足立光さん作品のキャラクタークイズがあるそうですすごく難しいってもうやりましたかまだでしたらやってみてください劇団足立光なので難しいはずよバイアスロン外れたあら家で見て洗濯機やってるぞあそっかそういうこね家で見ててまたれますからそっかまあ簡単のね 競争率曲がってきてきるでしょうねまあやっぱそれぐらい盛り上がってる大会になってきてますから、うんうんね、さあ足立みクイズ、えー、検索してみました「サンデー」から出しされてるのかな、はいえー「ゲシュタルト崩壊注意足立みるキャラクタークイズ」足立先生も悩む各タイトルのキャラクターどれだけ見分けられるか挑戦しよう,うあ似てるもんね足立さんの前が全員似てますからね確かに初級編からもうむずいっすねあキャラクターの顔が出てきてだこれ和也 多分この左上のやつは上杉達也のだと思いますよ。ちょっとパーマっぽいのがあのタッちゃんだよ。あ、髪違う。タッちゃん、あ、そうタッちゃんは多分これがタッちゃんだと思うんですけど、一番下左。今ね、そうキャラクターが二列でガッと出てきてるんですけど、もしあの手元で開ける方開いて。上杉達也の方が顔がひひょうょうとしてるという。そうそうえ、違うよ。これまたなんか違うあ、わかった。これミックスだ。

髪がねもう時代劇の虹色唐辛子ねこれこれはこれ分かんないこれ選択肢としては「みゆきの若松みゆき H2 の雨宮ひかり虹色唐辛子の夏なタッチのあなたねタッチの浅倉みなみミックスの橘音美」 これはスローステップの。中里美。奈津か。あれ、でも、だしたみたことある。古そう、古そう中身がだして。みゆ<雪>っぽいね。みゆきっぽい、みゆっぽい。<laughs> これなんか、弓道かなんかじゃない、この洋服。これ、顔じゃなくても、推理で。うん。あ,なんだろうあ、でも、も私、これはわかる。これはミックスの。

えまだ問題あるの？ラスト、ラスト？次のぽっちゃりキャラは誰だ？もうダメだ。あこれはやばいぞ。あこれはまあタッチのやつはこう太郎はわかる。これもね私みあえ H2 かな。あじゃないかな？クロスゲームも割と最近のっすよ。これこれ見たことある気がするんだよな。昔のじゃないですか？なミュキ？ミュキ？ミュキだなこれ。 こいつ、誰だメガネかけたキャッチャーメガネのキャッチャーメガのキャッチャー名前の雰囲気でいくあと誰がいない野田野田厚志、H2 の野田厚志はまだ出てない左下はあの、タッチじゃないですかあ、そっか、タッチタッチとミクが出たんだはいはいはいでもこれ多分これ多分なんでですかなんでですかこれ見 H2 のってことは、これがクロスゲームの 中西待機。うん。逆にしてみます？もう俺はかなこれ。無理なくじゃこれで。ただ今第三問で全十五問あんな。そういうことか。全然終わらんわこれ。終わらないですね。ヒゲキャラも分かる、ヒゲキャラなんかこれ飛ばしても三問までの正解って見られないかな。一回見てみましょうか。はいはい。うん。三問まで。う俺さんがね。 うん楽しんでるね <laughs> 終わってからやれ下半身事情と一緒ですわどこのあれかなうわ、はいっぱいあんないっぱいなでも、うん、確かに全員似てんな、はい、ああはーはあですね OK あとでま,またやりましょう、うん、へえ飛ばし飛ばしで今ねやってますけどああえっ待って待って2問じゃあ 全問正解でまあ一問正解あのってことだな。なるほどね。多分最初のあのヒーローヒロインというかあれ当たったんじゃない？あれは自信あります。すごいな。わかんねえな。わかんね。あい、やったぜいっぱい来とるやないか。いメールがですか？メールが来たの？行きましょうか。ギリギリ。ええこ。 九、ねねえー、グ九里市のポッドキャスター2通目なのは俺改め8月なのは俺です。もうん、さてどちらかというとべんビーさんさっき昨日の年12回の定期ライブお疲れ様でしたありがとうございましたいやお疲れ様でした、うん、ところで北中のおじさんの息子さん どちらかというと千年休いや千々週はお泊りさせてくれてありがとうございました、うん、おかげであれの試験合格できました駐車場までは歩いて15分かかりましたが、うん、お泊りさせてくれてありがとうございました何嫌みこれそういえば美容理由少なくなってたから買った方がいいよ、うん、今週は短編でお送りした旧具しかしの俺でした8月中旬ということでね美容理足りなくなってたらあんたが居候だから買わんとそうですねお客さん側がね <laughs>、うん そういうことか。ええ、五泊ぐらいしてったのかな。あ、<ー>結構。うん、四泊ぐらいかな。結局一回も飯も行けなかったな。あ<ー>あ<ー>、一緒に食わしてたけど。ちょっと予定があって。はいはいはい。そう,そう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 。じゃあこっちだこれ久しぶりあ久しぶりじゃないか。うん。 行きましょうかね、はい、えー、こんばんは杉子さんとも知さんに演技を褒められたベンビさんこれは大丈夫ですかキャンさん、はい、サーキごゴエさんリスナーのグス用、はい、ビッグノージャイビーン,ンビンビーンそうかこれ検閲前かなそうですね検閲前ですねじゃ検閲待ちで <laughs> 行きましょうかね、はい、うわそのまま呼んでしまいたいへえ お待ちください!」が来ましたので待ちましょうねじゃあこっちにいきましょうベンビーさんサーキーそしてゲストのキャンさんはいサい。神奈川のノミハートですなりまずはベンビーさんとサーキーは昨日の気象点結ライブお疲れ様でしたありがとうございました来月はライブに行こうと思うのでいしくですあじゃあ来月されるんですねええ えー、そして、えー、今日は放送ギリギリの投稿になってしまったんでこの辺でどうもどうもうどうもありがとうございます。来月はいつも通り9月27日か第4土曜日うんですね。うん、はい。あじゃあもうこれ行っちゃおうかな。行きますか。行っちゃいますか。これ、はい、多分初めてでしょうね。あそう初めてなかった。ベンビーさんキャンさんサーキーさんこんばんは。こんばんは。ご無沙汰してました。ラジオネーム万代です。あら万ン。

じゃ、ありがたい。とそっか、保育園は夏休みないんですよね、子供たちね。あ、そうなんですか。うん、確かあっても一日二日とか。なるほど。ぐらいとも、だって、それでね、お父さんお母さんは忙しいから、預けるところだったりしますからね。じゃ、今はもう関係なく、お仕事されてるんですね。うん、そうそうそう。みたいよ。でも、まあ、ワニ先生も、学校には行くとは言ってたけどね。あ、なんか言ってましたね。あの、夏休みはないと言ってます。そう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 。今日何日かぐらいとか、い、という話をしてましたけどね。

旦那のこと「男優」って言ってて AV とはついてなかったけどうちの男優があって「あ親子ラジオでもこれ OK だったっけな」と思ってよあ男優まあまあただの男優だからいいかと思って前だからこのトンコチューさんとかオのムイモさんが飲むからっつってでたまたまこの天仏の徳地さんがいるでしょはい徳地さんも「きゃんさん今日ちょっと飲みませんか?」って言うから「あうちちょっとじゃあリスナーさんが飲もう」って言ってるからそこ行きますかってい一緒に行ったんですけどずっと下ネタなんでそう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 そ でメールがが来てさん今日はありとうございましたただあのメンバーとはもうちょっと行かなくてもいいかなっていうぐらいずっと下ネタだからね。えこれは何ですか政治上的な話ですかお互いの。違う違う違うずっと下ネタだから下ネタあの人真面目だから真面目っていうか露骨な下ネタ言うさそうですねドストレートですからね言ってうわっフェッ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 !」って笑うさ悪魔みたいな感じで。 だから多分違う話とかもしたかったので<あ> <laughs> なるほどなるほど,なるほど、ね、じゃあ来ましたので行きましょうかね、はい、え一箇所だけかなえじゃビッグノーズやビンビンビ,ンビンから行きましょう、はい、まずはベンビンさんミエキさんアッキーナ友寺さん土曜日の親子だけお疲れ様です <laughs> そう友寺さんがゲストで 来ててくださってね、うんえー、してから日曜日は糸満でハーリー大会があって去年も優勝したんですが今年も去年に引き続き優勝して2連覇してしまいました、はい、おこの糸満の大会でオナニーの次に力を入れているの今年のハーリーは終わりですそ、ねねえー、して連覇といえばリップサービスが今週土曜日にあるお笑いバイアスロンの4連覇いお笑いパイ触るうアランド。<laughs> <laughs> バイアスロンやんどさっきやーやめえなちほらもうにしやちぼる大丈夫やめやいやいやどうやラジオどうラジオどう。分かっとめうめや分かってるよはじかせんどうや聞いちきるよやの話どうやしてからバイアスロンの話は置いといて劇団オゼのメンバーの中で今年20周年を迎えた役者がいるんだけど、うん、誰だか分かるかさっき分かりますよたかこさんそう正解、うん、コーチたかこさんはい。そのコーチたかこさんが先週の土曜日に名護 <laughs> やばい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 チンいやばいやんいやば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 いでばいやばいやばいやばいでばいややいやばいやいい カットしましたなんだろうあらんどや名護市民会館やんど俺さっきちらっと見たけどな確か会館はあの会館だったと思います気持ちいいのの名護市民会館なんだろうそうそう俺は入れただけで会館だよってバカ野郎言わすな言わすなラジオのラジオ分かっとめん楽しそうさっき毎回毎回言うけどブラとキーは最後まで引き締めていてよそれじゃ最後まで楽しく聞いてますミロドリゲス なんだろうなだったかな。なごしみ。ちょっと無理やりな感じじゃなかったっけな。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ねどこから来たのかな。どこから来たんですかね。あ外国かなもしかして。あそうだね。ニハオ。ご挨拶ね。いやでタゴヤじゃんて。D H ホーチョンがお参拝でしバイトで覚えたやつをね。あ来るかな。はい。さなんか喋ってもらおうよ。 どうもどうも。ハハロロー、ー。こんばんは。こんばんは。はい。出るこれ世界中で聞けるから。ワールドワイド放送。ね。チャイナえ、フロンチャイナ。o k a r プレイ c イントロデュース f せ。は c チャイナ。What? i s your name? はい。早く、これ世界で聞けるよ。はい。めっちゃ嫌がってる、めっちゃ嫌がってる。Hey, hey, hey! おー。

Hello, I am Eric. Eric, how yeah. oh, cool! Oh. Hey, how old are you? You guys, hi. How old are you? Um seven years old. Yeah, years not old. A Yes. And yeah. <laughs> Daisy? I am. Uh, I am eight. 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 Not <laughs> <eight, eight, eight. laughs> <laughs> Twenty-four. Yeah. Eight times three. Oh. Yeah. Twenty-four years old. Yeah. <laughs> ベンジャさんが海外のコメディアンみたいなテンションになってるから、ありがとうございます。OK じゃあもうお時間です。Thank you。バイバイ。ありがとうね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。あ、大変しましてバイバイ。Have f u 楽しいね。いいいいテンションでしたね。いやいいね。 いやもうそんなこんなするうちもお時間ですよ。すごい。笑い取りました。笑いました。笑いました。オッケーアメリカで勝負しようさあということでもうお時間でございますね。来週キャンさん。来週は。そうですね。来週はええちょっと待ってスケジュール見て。いいだからもうこの時点でおかしいんだよな。来週は来週何日？何日だろう？二十八。ああ。ええ？ 仕事？来週ベトナムにいる。何しにようなんで俺たちそんな世界を股にかける人とね。あでも再来週空いてる。再来週空いてる。空いてるじゃないでじゃ来週ありございませす。再来週空いててそのなあその次。また来週。